パート2模擬試験 N5 懲戒模擬試験第1回これから N5 の懲戒試験を始めますメモを取ってもいいです 問題用紙を開けてください。問題一、問題一では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の 1>, 1から4の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは練習しましょう例家で女の人が男の人と話しています。 女の人は、男の人に何を出しますか今日は寒いですね。温かいものを飲みませんかありがとうございます。コーヒー、紅茶、あとお茶もありますけど。じゃあ、紅茶をお願いします。砂糖やミルクは入れますかあ、はい。 女の人は男の人に何を出しますか一番いいものは3番です。解答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、 答えはこのように書きますでは始めます1番 1> 女の人と男の人が話しています男の人はどの傘をとりますか すみません。私の傘をとってください。はい。どれですか白い傘です。白くて、花の絵の傘です。これですかいいえ、その小さい花がたくさんある。ああ、これですね。どうぞ。 男の人はどの傘を取りますか？二番。男の人と女の人が話しています。二人は何時に会いますか？ 今晩一緒にご飯を食べませんか？いいですね。じゃあ仕事が終わってから駅で会いましょう。6時はどうですか？すみません。今日はちょっと忙しいですから、6時は難しいです。そうですか。じゃあ1時間ぐらい。 遅い時間にしましょうかいいえ30分で大丈夫ですそうですかわかりました二人は何時に会いますか 3番？先生が話しています。学生は何を書きますか。か、えー、皆さん。紙の左上に授業の名前を書いてください。この授業は日本語1です。それから、その下に自分の名前を。 書いてくださいそして右上に今日の日を書いてください今日は7月4日です学生は何を書きますか 4番？男の人と女の人が話しています。2人はテーブルの上に何を置きますか？花瓶はどこに置きますか？そうですね。テーブルの上に置きましょう。コップはテーブルに並べますか？そうですね。 5つ並べましょう。ジュースも置きましょうかいいえ、皆さんが来てから冷蔵庫から出しましょう。そうですね。2人はテーブルの上に何を置きますか 5番女の人と男の人が話しています女の人は何を買いますかコンビニにお弁当を買いに行きますが欲しいものはありますかそうですねじゃあパンを買ってきてください飲み物は いりますかそうですね。冷たい飲み物をお願いします。わかりました。コーヒーでいいですかはい。お願いします。女の人は何を買いますか 6番？女の人と男の人が話しています。女の人はこれからどうしますか？すみません。ちょっと窓を閉めてください。風が強くて。そうですね。閉めましょう。でもちょっと暑いですね。 そうですねじゃあエアコンをつけてくださいはいえー、っとああ一番右のボタンですこれですねはい女の人はこれからどうしますか 7番女の人と男の人がデパートで話しています男の人は何階へ行きますか私は服を買いたいですから3階に行きますわかりました僕も服を見たいですえーっと。 男の人の服は5階ですね。い,いえ、友達の子どもの服です。そうですか。じゃあ、7階ですね。わかりました。じゃあ、僕は、それを買ったあと、1階に降りて、あの辺にいます。ああ、あの入り口ですね。わかりました。 男の人は、何階へ行きますか問題2問題2では、はじめに質問を聞いてください。 それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは練習しましょう 女の学生と男の学生が話しています二人はいつプレゼントを買いに行きますか 来週、さくらさんの誕生日プレゼントを買いに行きませんかそうですね。5日が誕生日ですから、3日か4日に行きましょう。あ、ちょっと待ってください。私は3日と4日はアルバイトがあります。2日はダメですかいいですよ。じゃあ、授業が終わった後に行きましょう。 二人はいつプレゼントを買いに行きますか一番いいものは一番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。一番いいものは一番ですから答えは このように書きますでは始めます1番 1> 女の人と男の人が話しています男の人の家から女の人の家まで歩いて何分ぐらい かかか。りますか山田さんはいつも大学へ自転車で来ますね。 大学の近くに住んでいますかい,いえ、大川駅のすぐそばです。電車で7分ですが、自転車が好きですから。え、大川駅ですか私もですよ。私は駅の南側で、駅から歩いて3分です。 そうですか。私は駅の北側で。駅から5分くらいです。じゃあ、歩いて8分くらいです。近いですね。ええ。自転車で3分ですね。男の人の家から 女の人の家まで歩いて何分ぐらいかかりますか。2>, 2番電話で男の人と病院の人が話しています。 男の人の病院のカードは何番ですか今日はどうしましたか 昨日の夜から熱があって頭もすごく痛いです。わかりました。ではお名前と病院のカードの番号を教えてください。はい。山田たけしです。20114です。えーっと。 20184ですかいえ、1が2つです。20114です。わかりました。じゃあ、気をつけて来てください。男の人の病院のカードは。 三番,ですか3番女のひとはいつも誰と散歩をしていますか ジョンさんは最近もサッカーをしていますかええ、週に2回ぐらい友達としていますマリアさんはどんなスポーツをしていますか私はスポーツはあまりできませんが毎朝姉と公園を散歩しています それはいいですね。マリアさんはお姉さんと住んでいますかはい。姉と妹と3人で住んでいます。女の人はいつも誰と散歩をしていますか 4番「男の学生と女の学生が話しています」「男の学生は昨日どこへ行きましたか?」 風はどうですか？病院へ行って薬をもらいましたから大丈夫です。スミスさんも昨日病院の近くにいませんでしたか？昨日は病院のそばのカフェにいましたが。カフェに来ましたか？い,いえ、病院の窓から見えました。 そうですか私はいつも図書館で宿題をしますが昨日は休みでしたからカフェで宿題をしましたそうですか男の学生は昨日どこへ行きましたか 5番男の人と女の人が電話で話しています2人は何曜日に会いますか 来週、そちらへ行ってもいいですかええ。月曜日と金曜日は忙しいですが、他の日は大丈夫です。そうですか。私は水曜日がダメですから、火曜日か木曜日ですね。どっちでもいいですよ。じゃあ、早い方がいいですから、 わかりましたじゃあ15日ですね時間は1時でいいですかええ二人は何曜日に会いますか 6番男の人と女の人が天気の話をしています日曜日の天気はどうですか 次の土曜日か日曜日に浅草に行きませんか？いいですね。じゃあ日曜日は雨ですから、土曜日にしましょうえ。本当ですか？今朝のニュースでは土曜日が雨で、日曜日は曇りでしたよ。そうですか。私は昨日見ましたから。 ちょっと古いですねじゃあ日曜日に行きましょうええ日曜日の天気はどうですかここで ちょっと休みましょうではまた続けます問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか 1>, 1から3の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは練習しましょう例レストランで働いています客が来ましたなんと 言いますか？1。1> はじめまして。にいらっしゃいませ。3。ごめんください。一番いいものは2番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。 一番いいものは二番ですから答えはこのように書きますでは始めます一番郵便局で手紙を出しますなんと言いますか これお願いします。2. 2手紙をください。ありがとうございます。2>, 2番。 エレベーターが来ました他の人に何と言いますか1お先にどうぞ 2, 2お願いします3こちらこそ 3番部屋の中が暑いです」なんと言いますか?「1」「窓をもう開けますか?」「2」「窓を開けましょうか?」「3」「窓を開けなければなりませんか?」 4番「テレビで明日の天気の話をしています」なんと言いますか? 1「1明日は晴れたいです」2「2明日は晴れるでしょう」3「3明日は晴れましょう」 5番図書館で女の人たちが大きい声で話しています図書館の人は何と言いますか 1, 1静かにしてくださいませんか 2, 2静かにしたいです3 静かにするでしょう問題4問題4では絵などがありません文を聞いて 一から三の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。0<例>会社まで何で行きますか ?1 15分くらいです2電車です3はい何ですか一番いいものは2番です回答用紙の問題4の例のところを見てください 一番いいものは2番ですから答えはこのように書きますでは始めます一番あの赤いシャツを着ている人は誰ですか 1, 1あそこにいますね 2, 2 a 赤いシャツです3山田さんですよ 2>, 2番ここまで

1, 1手紙を送りました」「21 2 1時間くらいですね」「39時から」です <3 S 1> 4番青いペンで」 書いてもいいですか 1, 1ええ、ありますよ。2, 2ええ、いいですよ。3いいえ、書きたくないです。5番もう宿題を しましたか1 a、ええ、もうしました 2, 2いいえ大変でした3よく勉強しました6番 カバンを持ちましょうか。1いいですね。2, 2ありがとうございます。3持ちませんよ。N5 紹介 模擬試験第2回これから N5 の懲戒試験を始めますメモをとってもいいです問題用紙を開けてください問題1 問題1では、はじめに、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 例。家で女の人が男の人と話しています。女の人は男の人に何を出しますか今日は寒いですね。暖かいものを飲みませんかありがとうございます。コーヒー、紅茶。 あと、お茶もありますけど。じゃあ、紅茶をお願いします。砂糖やミルクは入れますかあ、はい。女の人は、男の人に何を出しますか一番いいものは、三番です。 解答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから答えはこのように書きます。では始めます。 一番。女の人と男の人が話しています。女の人は何を買いますか。コンビニに行きますが、何か欲しいものはありますか。じゃあサンドイッチとドーナツを一つずつお願いします。飲み物は？ 紅茶を持ってきましたから、大丈夫です。女の人は何を買いますか2番 2> 男の人がチケットを2枚買っています。 男の人はいくらお金を払いますか大人がお二人ですね。では、4000円です。私たちは学生ですが、安くなりませんか学生さんですか。では、一人1800円です。ああ、良かったです。 男の人はいくらお金を払いますか。3番会社で女の人が男の人に話しています。男の人は初めに何をしますか。 田中さん、すぐにこの封筒を郵便局へ持って行ってください。住所と名前はここに書いてあります。全部で5つです。切っても忘れないでくださいね。あ、その前に中に入れる紙を5枚ずつ コピーしてください。男の人は、はじめに何をしますか4番女の人と男の人が電話で話しています。 2人は明日初めて会います。男の人はどんな服を着ますか？明日は白いセーターを着ていきます。私は髪が長いです。わかりました。私は黒いセーターを着ていきます。靴も黒です。 あそれから寒いですからコートも着ていきます黒のコートです私も着ていきますが私のは白ですわかりましたでは明日よろしくお願いしますはいこちらこそ 男の人はどんな服を着ますか5番交番でおまわりさんが女の人に道を教えていますホテルはどこにありますかこの道を まっすぐ行って、角を左に曲がってください。右側に銀行があります。その角を今度は右に曲がってください。左側にレストランがあって、その隣がホテルです。前に大きい病院がありますから、すぐに 分かりますよ。ホテルはどこにありますか6番男の人と女の人が話しています。女の人はどのアパートを 見ますかこのアパートは駅もコンビニも近くて便利ですよそうですねあのこれはどうですかああこちらは駅から少し遠いですが近くにスーパーと図書館がありますいいですねじゃあ こっちの方がいいですわかりましたではこれから見に行きますかはいお願いします女の人はどのアパートを見ますか

駅で待っていますね。すみませんあの駅の中に本屋がありますからそこでいいですかわかりました電話のあとの人は何をしますか 問題2、問題2では、はじめに、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。れ<い>女の学生と男の学生が話しています。二人はいつプレゼントを買いに行きますか 来週、さくらさんの誕生日プレゼントを買いに行きませんかそうですね。5日が誕生日ですから、3日か4日に行きましょう。あ、ちょっと待ってください。私は3日と4日はアルバイトがあります。2日はダメですかいいですよ。じゃあ、授業が終わった後に行きましょう。 二人はいつプレゼントを買いに行きますか一番いいものは一番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。一番いいものは一番ですから答えは このように書きますでは始めます1番 1> 女の人と男の人が話していますいつもバスでどのくらいかかりますか 駅から大学までどのくらいかかりますか自転車で20分ですね大学行きのバスで15分くらいですそうですかでも雨の日はもう少しかかりますだから今日はいつもより10分早く出ましたそうですか いつもバスでどのくらいかかりますか 2>,？2番教室で男の人と女の人が話しています。男の人は。

お腹が痛くてじゃあうちへ帰りますか病院へ行きますかたぶんでよくなりますから薬を買いに行きますじゃあ僕が行きますよ。田中さんは教室にいてください。 男の人はどこへ行きますか？三番。男の人と女の人が話しています。男の人は。 何をあげますか。お母さんの誕生日に何をあげますか 服が多いですね。でも、今年は兄と一緒に時計をあげました。田中さんは？私の母は花が好きですから、よく花をあげます。でも今年は他のものにしたいです。じゃ、花瓶。 どうですかああいいですねまだあげていませんからそれにします男の人は何をあげますか 4番男の人と女の人が話しています女の人は今日の朝何をしましたか 山田さんはどんなスポーツをしていますか？テニスです。それから毎朝2キロぐらい走っています。それは体にいいですね。でも今日はあまり時間がありませんでしたからできませんでした。田中さんは？私はスポーツが。 苦手ですから、天気がいいとき、少し散歩します。女の人は、今日の朝、何をしましたか 5番女の人と男の人が話しています女の人は何を持ちますか 田中さん、荷物がたくさんありますね。少し持ちましょうか。ありがとうございます。じゃあ、この黒いカバンと茶色いカバンは私が持ちますから、この箱をお願いします。わかりました。本はどうしますか このカバンの中に入れます。女の人は何を持ちますか6番 男の人と女の人が話しています。ケーキはいくつ買いますか 山田さんの家へケーキを買っていきましょう。いいですね。子供が3人いますから、5つですね。あ、山田さんは甘いものを食べないですから、4つにしましょう。じゃあ、果物も買いませんかリンゴやメロンはどうですか いいですねじゃあメロンを一つとりんごを2つ買いましょう、ええ、ケーキはいくつ買いますか ここでちょっと休みましょうではまた続けます問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は 何と言いますか「1から3の中から一番いいものを一つ選んでください」では練習しましょうレ,<イ>レストランで働いています。 客が来ました。何と言いますか1はじめまして 2, 2いらっしゃいませ3ごめんください一番いいものは2番です。回答用紙の問題3の 例のところを見てください一番いいものは2番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番豚肉を」 100g と牛肉を 100g 欲しいです何と言いますか1豚肉と牛肉で 100g をください 2, 2豚肉と牛肉の 100g をください 3. 豚肉と牛肉を100グラムずつください二番。おばあさんが重い荷物を持っています。これから。 階段を上がります何と言いますか1その荷物をください 2, 2私が借りますよ3持ちましょうか 3番パーティーで友達が話をしました友達に何と言いますか 1, 1全部いいですね 2, 2ごちそうさまでした3とても上手でしたよ 4番気分が悪い人がいます」その人に何と言いますか? 1「1元気ですか? 2> 2」「2いかがですか?」「3どうしましたか?」 5番、辞書を家に忘れました」「友達の辞書を少しだけ見たいです」「なんと言いますか」「1」「すみませんちょっと辞書を借りてください」「2>, 2」「すみませんちょっと辞書をてください」 貸してください3すみません一緒に辞書を見ましょう問題4問題4では 絵などがありません文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは練習しましょう0 会社まで何で行きますか ?115 分くらいです 2, 2電車です3はい何ですか一番いいものは2番です解答用紙の問題4の 例のところを見てください。一番いいものは。二番ですから。答えは。このように書きます。では。始めます。一番。明日。映画を。 見にいちえい、え、きましょう。にえい、え、きません。3えみ、え、ました。2>, 2番。 窓を閉めましょうか。一、はい、閉めます。二、ええ、お願いします。三、い,いえ、閉めません。三番。 ここから東京までどのくらいかかりますか ?12 2時くらいです22 2> 2時過ぎです32 2時間です4番 仕事はどうですか 1, ?1. 医者です。2. 2楽しいです。3. 忙しかったです。5番誰と日本へ。 来ましたかいちわたしとちちです。にわたしです。さんちちとです。6ばん 田中さんはどの人ですか？1。とても親切な人です。2。メガネをかけている人です。3。いいえ違います。